西武が1イニング塁本塁打の快挙を達成しました。カーミニックフィールドで開催された、対日本ハム戦の1回裏。まず5番、アイト選手が1本目の満塁ホームランを放って勢いをつけると、打者一巡してこの回2打席目となった1番、山野部選手にも満塁ホームランが飛び出し、イニング2本の満塁ホームランを達成しました。イニング満塁本塁打は、2009年6月23日に、ロッテが青松、細谷で記録して以来、14年ぶり、 リーグ史上6度目です。また5番、アイ選手のイニング6打点はリーグ新記録となりましたが、山野辺選手の1番打者による初回4打点も異例中の異例の記録と言えるでしょう。チームはイースタンリーグ歴代2位イのイニング13得点を挙げるなど、記録ずくめの初回の攻撃となりました。